恵比寿義和が松井樹里奈の前で下用語を連発、旅バラの言動に呆れ声。クズ言動でおなじみの恵比寿義和が、9月12日放送の、田川恵比寿の旅バラ、テレビ東京系、でまたしても問題発言をしたとして、ファンから呆れ声が上がっている。この日の放送は、2時間スプ、ローカル鉄道寄り道旅、爽快、夏の九州、で、鹿児島中央駅から熊本駅を目指した。マドンナはスケ48の松井樹里奈。ローカル路線バス乗り継ぎの旅を含め、史上最年少のマドンナだ。孫と言って良さそうな若い美女がやってきたことで舞い上がってしまったのか、恵比寿は彼女に対するハラスメントと取られてもおかしくない発言をしたのだ。薩摩滝駅でのことです。一行は駅近くの海岸を訪れ、ハートロックと呼ばれるハート型の岩を見学しました。その岩は人によってハートに見えたり、見えなかったりするとか、松井はハート型に見えたのですが、恵比寿は見えず、よりによって胸の先の部分に見えると言い出したんです。松井の前で、何度も胸の先を表す言葉を連発していました。テレビ誌ライター。これに49歳も年下の松井は困惑。ふふふ、と微妙な笑いをしてごまかすのに精一杯だった。恵比寿はこれまでにもゲストのマドンナの前で下関連の用語を連発し、ドン引きさせたことがある。8月22日放送の回では、モデルで女優のスミレの前で女性の胸を表す言葉を連発。やはり、スミレをドン引きさせている。それで味を占めたというわけではないと思いますが、今回、松井が恵比寿にボディタッチをしていたことは関係あるかもしれません。松井は歩きでの移動中、やたらと恵比寿の手を握ったり、腕を組んだりしていました。彼女にしてみれば恵比寿はおじいちゃんのような存在で、深い意味はないはず。でも、恵比寿は勘違いしたのかもしれません。舞い上がってハラスメントに及んでしまった可能性は十分考えられます。前出、テレビ誌ライター。最近は番組内での発言が少なく、老化が心配される恵比寿義和。だが、あっちの方はまだまだ現役なのかもしれない。